上京疑民記念館にある、忠だ座像、忠だ二月上京三年十一月二十二日、とは、六百八十六年に、品の国松本藩で発生した、百姓一揆である、上京騒動を主導した百姓。別名、忠だ一説には、陽明学を身につけていたと言われる。忠だは代々、安美郡長尾組中華屋村の商屋であり、屋敷地には、 安住軍武行番所が置かれていたが、三謀閣の同軍に入れ村の将や、オアナ全米と同様合奏を起こした時点では、将屋の身分は取り上げられていた。安住ので数年続いた不作により疲弊した百姓に、対してこの年下されたのは年貢の増長命令であった。そこで、同軍中茅村の熊野権元の拝殿にて、三木の末年貢減免を訴えることになった。 10月14日5カ条の訴状を松本城下に赴き軍部業に提出した。それを知った何千もの百姓が城の周りに結集し、中には老石を働いた者もいた。訴えは4日後に一旦聞き入れられたものの1、ヶ月後に覆され、11月22日には首謀者のカスケラ8名が貼り付け、20人が連座で獄門に処せられた。その間藩主、 水野忠奈は、江戸詰めのため不在であったが、早生まれ、ことの次第を把握しており、約束の保護と捕獲、処刑の最下を下している。カスケは貼り付けにされるとき、役人から口を、極めて長老侮辱されたのに対して、きっと恨みを晴らしてみせるといい、形状の屋来の外に集まって、涙にむせぶ千四人の領民に向かって、今後年具は五分すりにと五章だと絶叫しつつ、 軽視したといい、かすけが、松本上天四角を睨んだ瞬間に大きく、傾いたという伝説がある。かすけら、勢い高形状で処刑された者の遺体は、川出王冠の新橋付近で、前後寺街道沿いの出川形状で処刑された者は、形状脇付近で、それぞれ強詞された。状況疑民者百二十五年、水野家六代目である、水野忠常は、江戸城内で、 刀傷事件を起こし、水野家は改役された。翌年とだけが、松本藩に入法したのが、義民検証のきっかけとなった。大穴全米の古地であったにれの共同墓地精進場に、長尾組、上野組の人々による、上京義民50年期、経天に千伏与党が建てられた。明治になり、自由民権運動が吹き荒れる中、 地元穂高出身の松沢旧作が民権家としてのカスケを新聞市場で取り上げて連載した。翌年にはそれを民権館カスケの面影として舞台化させ松本時技で初演。各地で上演された。1916年には中来東水の新聞小説義民カスケが朝日新聞に連載され全国的に知られることとなった。墓は 状況義民者となりにある。状況義民者とは、ただや敷地内で、カスケらを祀った、小さな祠が、騒動200年祭を期して、宮中茅村の豪奥ら跡に移されて、カスケ神社に改められたものがその始まりである。道地は、塩尻峠の戦いで落城した、犬井の城の城市に否定されている。騒動の後、カスケのたたりを恐れた水の毛が 屋敷内に祀るために作らせたカスケ座像が、後年水野家からカスケ神社に寄贈され、本尊となっている。宗教法人、上京義民者となったのは1960年のことで、ある。なお同年、ただカス旧宅跡が、長野県文化財に指定された。1986年11月3日には、テレビ、新州制作で、ドラマ、義勇天を貫くが放映された。 騒動300年最後の1992年には、地元の人たちによって、上京疑民記念館が建てられたが、上京疑民者のすぐ向かい側である。蘇山 P20 蘇山 P18。ありがとうございます。